好きを仕事にしてお客様に貢献しながら感謝のお金を受け取りませんか？お絵かきクリエイターなら、あなたが持つ絵を描くのが好き、ものづくりが好き、人の話を聞くのが好きという才能を生かして起業することができます。お絵かきクリエイターとして起業するためのすべてを学ぶことができるのがクリエイターズアカデミーです。アカデミーで学んだ人で好きを仕事にした人はたくさんいます。3人のお子さんを持ち、派遣社員でパン工場に勤めていた金子由香さんは月収144万円を達成し脱サラ。昔から絵が好きだったけど仕事にはせず、保険代理店で勤めていた渡恵美さんは月収80万円。事務員をしながらイラストは趣味で楽しんでいた千恵子さんは月収41万円。販売員として勤めながら副業で始めた和井さんは月収140万円を達成して脱サラ。パートに体力の限界を感じていたともみさんは初の起業で35万円を達成。他にもたくさんの方が自分の持つ好きという才能を生かし、お客様に貢献しながら感謝のお金を受け取っています。そんな驚くような変化を生み出しているのがお絵かきムービークリエイターという起業方法です。お絵かきクリエイターとして起業するために必要なのは3ステップです。1、好きを仕事にして豊かで幸せなクリエイター起業家になるためのマインドセット。2、お絵かきムービーの制作方法。3、オンラインでお客様と出会う集客の方法。そしてその全てを学べる場所がクリエイターズアカデミーです。今なら好きを仕事にして生きていく、お絵かきクリエイターとしての起業方法を解説したウェブセミナーを無料で受け取っていただけます。ただこういう人には受け取っていただけません。1、お金さえ稼げれば何でもやっていいと思ってる人。2、絵を描くこともものづくりも人の話を聞くのも全く好きじゃない人。3、稼ぐために他人を蹴落としてもいいと思ってる人。そういう人はお絵描きクリエイターとして起業するのに向いていませんし、アカデミーの価値観に合いませんのでご遠慮ください。絵を描くのが好き、ものづくりが好き、人の話を聞くのが好き、そして愛する仕事で人に貢献して感謝のお金を受け取りたい、そういうあなたはこの動画の下のボタンをクリックしてお絵かきクリエイター企業無料ウェブセミナーにご登録ください。